この辺ちょっと爆破させますね。よいしょ。ああ。くそ、自分が吹っ飛んだ。よし。武器の調達に行きたいんだけど。あ、水の、あ、なるほどね。違う。武器の調達、どこで調達すればいいんだ、武器。普通に、村のやつとかかな。弱いか、それ。弱いかな。ゾーラの里。ちょっと待って、根津ヨマの祠。とりあえず、てかさ、前回この辺に私が捨てたやつとかは、なくなってるんですけど、誰が回収したの、ちょっと。いや、まあ、それは邪魔だから回収するだろうけど、しないでよ。これは何？増士7章、ま、ライネルを討伐、た、勇者の6。めっちゃやん。ドーラ王ドレファン、子に、す。民は雷獣に住み、いた、ま、に、怯えていた。しかし一人のハエリアが、キャツを退し、里の恩を取り戻して出た。この戦い、彼が身に着けてい、ドーラの兜は、里のにある、と、のに安置する。何、と。勇者、区の活躍を称えて、ところどころ文字がかすれている。そのゾーラの兜とやらも欲しいんだけど。むむむ、むむ、むう。どうしたの？旅の人か。この石碑には過去にドレファン王がしたためたゾーラの歴史が書かれておるぞら。こたび一冊の本にしようかと思うて読み返しておるぞらよ。大変ですね。リンク。よく見たらリンクではないか。我らがミファー様を奪いしハイリア人。さらにその英傑。許すまじ。断じて。ごめんなさい。それで許されると思うたか。お主らハイリア人は100年前、厄災ガノンを止められなかっただけじゃなく、わしらからミファー様を奪ったぞら。わしは絶対にお前らハイリア人を許さんぞら。絶対に。なんか知らんけど、とりあえず、トナンとかっていうところに、その、ゾーラの兜があると。どこなんよ、それは。この上とかに登ったら、登れんのか。雨降りよるな。雨降りよるな。この辺ちょっと爆破させますね。よいしょ。ああ。くそ、自分が吹っ飛んだ。お。こんばんは。あなたはリンクさんですね。どうしてそれを。シド王子がハイリア人のリンクと真珠を止めに行くぞ。と叫んでいましたからね。ということはあなたは雷獣山に電気の矢取りに行かれるということですね。そう、なんか役立つものくれる？だったらついでのお願いがあるのです。何？あの山が雷獣山です。あんな高いとこやったんか。ライネルという赤い縦紙を持つ魔女が住み着いているそうです。あの山にいるライネルでも他の場所にいるものでもよいので、とにかくライネルの姿を私に見せてもらえませんか。あ、なるほど、写し絵ってことね。話が早くて助かります。というのも雷獣山の先端に試しの岬と呼ばれる突き出た崖があるのですが、そこから東の貯水湖に飛び込む遊びを推奨するフラチの輩がこのゾーラの里におりまして、そんなわけで雷獣山にいる魔物ライネルの姿を口伝すれば試しの岬には近づかなくなるだろうと思ったのです。試しの岬、祠があるってことかな。それではリンクさん、手段をお任せします。ライネルの姿お願いしますよ。ミニチャレンジ、ライネル調査。引き受けました。姿ぐらいなら簡単にできるかな。こっちに行ったらなんか、普通に山に行くことになるんか。お、これは、ゾーラの剣。細い刀身とゾーラ族特有の装飾が特徴的な剣。特殊な金属で作られており、高い耐久性を持ち、身につけたままでも錆びることがない。あ、錆びたりするんや、やっぱり。ゾーラの盾。繊細な装飾が施されたゾーラ族の盾。熟練した使い手は左右の湾曲部分で攻撃を受け流すようにして身を守るという。
縦ポーチがいっぱいなんだよな。とりあえず縦ポーチの、あ、でも同じぐらいか、全体的に。あ、この辺はちょっと離れたところに置いとったらそこまで吹き飛ぶこともないんかな。お、木の矢ゲット。そしてどんぐり。これ壊れてない、てか立ち上がったね。一応武器は一個手に入れたね。そんだけかな、木の矢。ああ、そんだけって感じかな。でも一応ちゃんと武器はある。何、飛び込む姿は美しい。こいつか、そのフラチな輩というのは。お、貴殿が指導時を手伝ってくれるハイリア人なんだな。申し遅れた、小生の名はノール。小生はかつて指導時と共にハイリア人を探しておったのだが、その話さっき聞いたよね。その話さっき聞いたよね。で、飛び込みをしろということ、私にも。まあ一応ゾーラのさ、この服、そうそうそう、貴殿ドレファン王からゾーラの鎧を授かったであろう。ゾーラの鎧を着ればハイリア人でも滝を登ってすぐに戻ってこれるだろうし、よければ貴殿が水面に飛び込む姿を小生に見せてくれまいか。ここから下の池に向かって、頭から美しくお願いだ。飛び込みに目覚めた男、どう、こう、え、思いっきり飛び込み。ちょっと待ってね、戻るから。残る。飛び込みってどうやってやるの。ちょっとはごめんね、飛び込みは、いや、頭から綺麗に飛び込みってどうやるの。できんくね。頭から綺麗に飛び込む、これやったら普通に落ちるんよね。え、難しくね、できんくね。どうやったら普通にできるんだ。飛び込みに目覚めた男、足からではなく頭から飛び込まなければ。頭から。さあさあ、ここから飛び込んでくれまいか。ゾーラの鎧を着ればハイリア人でも滝を登ってすぐに戻ってこれるだろうし、そしてその美しき姿を目に焼き付け、魂の躍動を感じたいのだ。飛び込む。貴殿も旅の者なら一度や二度水場に飛び込んだことはあるだろう。それを小生に見せてくれまいか。飛び込むときは頭から水面へ、つま先までまっすぐにお願いだ。どうやってやるのよ。うん、授かったよ、ゾーラの鎧。どうやって飛び込むんだって。魂の躍動。貴殿は物を見たり聞いたりしたとき感動して心が震えたことはないか。小生はそれを飛び込む姿に感じてしまったのだ。人が水と一体となる直前のあの姿、あれこそが究極の美ではないかと。うん、よかったらここから下の池へ飛び込んでくれ。期待しておるぞ。あ、こういうことできた。眩しい、眩しいくらいの美しさだ。では滝を登って戻ってきてくれ。なんか知らんけどできたわ。やったね。やったね。私的には登りよる姿の方が好きやけどね。ファンタスティック。感じる、小生の魂が雨に濡れて子犬のように震えておる。いいものを見せてもらった、ありがとう。さあ小生のもとへ。よいしょ。素晴らしかった、貴殿の飛び込みと滝登り、しかと見届けた。小生雨、感動の涙が溢れて止まらん。そうだ、礼を渡さねばな。
ゴーゴーハスの実5個。なるほど。あ、いやー感動した。綺麗のような美しい飛び込みはなかなか見られるものではないからな。それでは今後の活躍期待しているぞ。ありがとう。なんかクリアしたけどなんかクリアしたけども、そんなに嬉しいものはもらえなかった。あ、ここなんか宝箱あることね。違うのかな、宝箱じゃないんかな。宝箱よねあれ、きっとあれには強い武器が入っているに違いない。お願いします。さあ来い。逆向きやったけど、銀ルピー100ルピー。なるほど、まあうんうん、嬉しい嬉しいけど今は違うな。なるほどね。じゃあちょいとりあえず私行くわ。マップピンかなんかと思った。じゃあとりあえず私は、そうやね、この辺とか武器あるんじゃないかな。じゃあ一旦ダタクスの祠にワープします。さあさあ武器探しの旅へ。こっちの方向、こっちの方向。ちょ待って、ほこらは行って、あれか、ほこら。じゃあちょっとあのほこらに向かって私は行こうかと思うよ。とりあえずね。いや、またなんかあの、またなんかあのわけのわからんやつが。あ、雷系か。そうよ、コポンガ村跡。あそこの、あの遺跡を目指して私は行き、うわ、びっくりした。びっくりした。やめて、マジ。私今武器持ってる？持ってねえじゃん。もうやめてよね。どうせ走るの遅いんやろ。はいはい。この辺まで来たら安全。村跡には別に大したものとか何もなかったよね。はい、仕留めた。獣肉。ただの獣肉か。おびっくりした。やめてや、そうやってびっくりさせるの。この辺結構野生の動物多いよね。こういうとことかも何かしらありそうやけど、何もないんか。あれ、ほこらどこ行った？なんか見えんくなったんやけど。ああいうさ、ああいう岩の上とかって、あれじゃない？コログの妖精とかおるんやない？あ、あれやね。あれ？あれってどれ？あれあれ。危ない危ない。見えんくなりよった。何あっこ？なんかめっちゃ煙出よんやけど。ねえ、なんかめっちゃ煙出るよね。あれ何？あ、雨降ってきた、雨降ってきた。ここね、雨降ってきたら結構雷とかが、あ、大丈夫か。試練の祠を感知。一応次の天気は晴れになっとるね。あれ宝箱じゃない？違う？あ、ボコブリンや。なるほど。あ、しかもそっか、雷の矢。雷の矢とか使うこいつ。大丈夫、いけた。よし、オッケー。違う違う、降りて降りて。はっ、おー、殴られた。クソ、多いぞお前ら。ちょい待ってね、こんなところでやられるわけにはいかんのだよ。こんなところでやられるわけには。ほらほら、あのちょっとボコボコにするのやめていただけますかね。
ちょ待って、見えないから見えないから。そのさ、槍使うのやめてよ。超リーチ長いから。まったく。ふぅ。錆びた両手剣か。まあ一応なんか、めっちゃ簡易的な武器だけ手に入ったけど。ふんふん。こういうとこってなんか武器ありそうやけどね。あ、宝箱。お、騎士の槍。武器に熟練した騎士のために作られた槍。斧のような刃がついた装刀が特徴的。馬上で扱うことも多かったと言われる。ここは別に、あれなんかな。集落っていうわけではなかったんか。ねえ、別に何にも解放されんかったし、ビリビリだっけ。試練の祠がすぐそこに。うわ、びっくりした。今私何装備してる？錆びた両手剣か。ふんふんふん。とりあえず、トゲボコ槍で行こうかな。はい。シチュゼリー大量。普通に入れるあれ。ん？あ、ここってもしかして私行こうとしたところかな。行こうとして何？奥田かなんかいる？あれか？行こうとしたけどなんかめっちゃ罠があるけんやめたとこや。ちょっと待ってね。とりあえずあっち側に渡っていこうかな。あっち側に渡っていって、あ、この上には登ったんやったっけ？ああ、あれ。集落ですか？ボコブリンの集落ですか？もしや。いや、ボコブリンじゃないな。リザルフォスや。リザルフォスの集落か。あ、しかもたどり着けんわ、これ。たどり着けんね。ちょっと村に飛んで、かかりこ村。ミャマガナ。あ、この辺とか結構いい武器とか。この辺か、ハユダマの祠。すげえ、水中でめっちゃ。書き寄るけど。ふふ。はゆ玉の祠到着。また雨降り寄るし。よし、これでとりあえず。この辺のさ、双子馬宿の、周りに、いい武器とか転がっとったりするんじゃないかなと思うんやけど。松明屋根ただな。薪の束。この辺、吹き飛ばしたらなんかあるんじゃないかな。超物騒なことするけどごめんね。はい。リンゴか。畑のフォーク。買えるー。よし。ぐらいかな。フライってしょぼすぎよね。はい、リンゴもらってくよ。また。はいはい。またリンゴ補充しといてね。あとはもう特に何もないんか。この辺も、よいしょ。リンゴが大量。木の矢もいっぱいやね。あ、この辺は木こりの斧。木こりの斧か。木こりの斧って弱かったっけ？トゲボコ槍よりは大丈夫かな。ごめんごめん、狙ってないよ君のこと。え、リンゴを食べた。なになになに？
リンゴを食べてなんかホクホクしてるけど。いや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 、私が拾おうと思ってたのに。あ、なんかついてきてる君。懐いたの？別に私リンゴあげたわけじゃないんだけどね。なんか懐かれたっぽい。よしよし。よしよしできんけど。乗れたりとかせんか。懐かれた。とりあえずまああれやね。めっちゃついてくる。休もうかな。落ち着くわー。ちょっとお休みさせてくれます？いらっしゃいませ、お泊まりですか？普通のベッドなら20ルピー、深くかベッドなら40ルピーになります。じゃあ普通のベッドでお願いします。朝まで。ではごゆっくり。ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。